はい、ということで、こちらがですねクイックリリースですね、最初の開封動画でも紹介しましたが、これがクイックリリースです。でまずこれをバラしてですね、でこの青いレバーがついてる方がですね、ホイールベース側になるので、ハンドルにつけるのはこっち側ですね。こっちが、ステアリングホイールサイドですね、でこれがステアリングなので、まずはですね CSX の方につけていきたいと思います。でこの丸いところに、この穴を合わせて、取り付けていくんですが、これをこうやってつけるからこうなるようにこう置いてこれを取ってつけていきたいと思います。あの最近ね、そうキューブコントロールの最近で、ね、発売されたのがここに端子あるじゃないですか。これこの端子、この端子をね使ったね、なんかね新しいクイックリリースが出てるんですよ。そうあの本当はねここの USB でハンドルからPC にここでね出すようなんですけど、なんかね最近出たクイックリリースはねここからやれるクイックリリースがあるらしい。これはここに入ってるのかな、ネジは、ネジ類は入っているのかな。これかこの長い方か、3点でいいってこと。ちょっとねこういうのは初めてなんですよ僕。ああナット裏からつけとけばいいのか、こうやって3点でもナットを、まあ、とりあえずつけとけばバキャンって外れることはないでしょう。磁石がなんか見た光景、これファナテックの時の見た光景がこれ。よしこれで、CSX2 の方はですねついたので、同じようにですねフォーミュラプールの方をつけて、フォーミュラプールの方はちょっと動画にしません長いんで、はい、ということで、この後は、SIM キューブ2 Pro に、こっちのホイールベースサイドの方を取り付けていきたいと思います。開封編の方でちょっと言い忘れたんですけど、このパドルですね、これこのパドルはですねここに見えているようにここに幅があるのでパドルの位置を変えることができると。なのでこれが今一番長い状態なのかな、こっち側になってるんで、こっち側にするとこのパドルの位置をこっちにシュッてね、あのなんていうの、左右にずらせるっていう感じなんですかね。だからこういうふうに押すときにこっちが近いなって思ったらこれをこっち側にずらすことで、ちょっと遠くにすることができる。ここでも調整ができるものと思います。なので、パドルの位置決めはそれぞれできる感じですかね。僕はこれ、僕はこの位置で多分大丈夫かなと思います。さあということで、これがですねハンドルを取った状態の SIM キューブの、ホイールベース側になるんですけど、これをですねこれに付け替えていくということで、これが、SIM キューブ2 Pro の、標準のSIM キューブクイックリリースっていうんですかねになっているので、これを外してですね付け替えていくと。課題、標準で SIM キューブ2についてるのがこれなんですけど、これだとね結構短いんですよね。なのでモニターとね結構当たっちゃったりするっていうのがあって、まあそれだったらこれでエクステンション伸ばそうということでこれ買ったんですけど、他にもですねそう買っちゃったものがあってですね、これを標準のやつに対してこれをつけて、これをつけてクイックリリースをつけるみたいなタイプもあるんですよね、こういう感じで。でここの標準のね穴っていうのが結構特殊な穴っぽくて、それを変換するこのアダプター、このアダプターでこの内側の3つの穴でこれつけてこれを標準のやつでつけるみたいな。でこれには標準のクイックリリースもつけれる穴もついてるし、こういう、普通のこれが多分普通の規格なんでしょうね、これをつけれる穴もついてるっていうやつです。なのでこっちの方が、シンプルでいいんですけど、このね中のやつがそうこれをね取り外す時はすごい大変で、僕のだけじゃないとは思うんですけど大変でした。なのでまあ楽なのはこれを標準のやつついたままこうやって変換して伸ばせる方が楽です。ちょっとつけてみましょう。
これも3点かな。つけてみましょう。あ、ついついた。なるほど。だいぶあれですね、 GT3 ホイールから位置が変わったので、ちょっとシートを下げないといけないかもしれない。はい、ということで、クイックリリース化ができましたので、ハンドル変えるときはこれを、ね、取るだけと。あ、いいですね。これは楽ですね。なんかこうガチャンってやるやつ、ファナテックみたいなタイプもいいですけど、これも全然。はい、ということで、この状態で走っていきたいと思います。はい、ということで、キューブコントロールのフォーミュラープロですねを使ってステアリングの感触など話していきたいと思います。完全な初乗りでございます。今割り当ててるのはここに、バイザー、ステバイザーとはここがあれですね、エグジットボタンぐらいですね、割り当ててます。バルセロナのシムコ3セットのセーフで今まで乗っていたので、それと同じ、全く同じ状況ですね。 VRS での、路面状況なので、全く同じ状況でどういう感触になるのかっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。あれですね、あれです。これはね、ハンドルがちっちゃい。いや、このね、シムキューブ2プロを初めて使った時がもう、あれですよ、ガエリちゃんから借りたGT3 ホイールだったので、ちっちゃいですね。やっぱり28センチってちっちゃいけど、なんだろうな、なんかね、もうちょっと自分のドライビングポジションというか、その辺を合わせたらまたね、感想が変わる気はちょっと今してるんですけど、今の素直な感想としてはあれですね、グリップがすごくいい。グリップの形状が、グリップの形状がね、とてもいいですね。これなんだろう、こういう感じでなんか持てるというか、なんかね、シムレーシングベイの時も自然な感じ、あと F3 のステアリングかなの時も自然な感じで持てますみたいなことを言ってたんですけど、こっちはね、もっと自然に持てるかもしれない。このグリップの形状がすごい。これはね、すごいですよ。いや、今まで使ってきたステアリングのどれよりもグリップの形状はすごいいい。あ、これはすごいわ。うん、これはね、すごいです。なんだろう、手にフィット、すごい。え、これすごいんだけど。シムレーシングベイの GT3 ホイールが現状ナンバーワンですって言ったんですけど、これはね、あれですね、ナンバーワンですね。塗り替えました。これ塗り替えましたよ、完璧に。
すごいわこれ、このグリップの形状がすごい。これはね、あの開封編の時に言ったんですけど、この今僕が運転しているフォーミュラプロをあの K マールさんのとこ送りますんで、 K マールさんのお店で実際にこれ運転できるようになるんですよ。ちょっとまあ時期はね、あのおいおいなんですけど、運転できるようになるんで、これ多分ね同じような感想になる人が多数なんじゃないかなと思います。このハンドル径の大きさはやっぱその辺も好みがあるんであれなんですけど、グリップに関してはこれすごいっすね。これはすごい。あのファナテックとか、あと GT3 ホイールとか F3 のホイールもそうですけど、今まで使ってきた中ですごいこれはねちょっとレベルが違う感じがします。あの今まで使ってきたステアリングとは、僕の中でちょっとね1段階も2段階も上だなっていう感じがしますね、グリップが。でハンドル径の小さくなったのはすごく感じるんですけど、この辺はもう慣れだと思うので、で僕の場合はね、そうあの GT3 ホイールの時最高だって言ってナンバーワンホイールだって言ってたんですけど、なんかねもしかしたら僕はちっちゃい方が好きかもみたいなだからそれをちょっとね今回のこの28センチというこのハンドルサイズでしばらく使ってみて、長期的にどっちが良かったのかなっていうものをね判断していきたいなと思ってます。今のところ完璧に素晴らしくいいのは、あでもこれちっちゃい方がいいかもしれない、こんぐらいがいいかもしれない。これねあれですね、本当にグリップが最高で、多分このグリップの良さを体験してしまうとこれねファナテックに戻れないと思いますね。でこのハンドルはファナテックのあのポディウムハブをつければファナテックでも使えるんですよ。でなんだろうこれちょっとねすごすぎてこのグリップの良さがすごすぎて、これはねあれですよ、ほんとテーマさんのところに送ったらお近くの人はこれ体験しに行った方がいいですよく、そんぐらいすごい、これはすごい本当に。あの今のところですけど、まあ、フォーミュラー系のリムをファナテック2018、あとは現行で売られているあの XBOX の対応しているオレンジ色のフォーミュラーリム、あとフォーミュラーカーボン、ファナテックのフォーミュラーリム、まあほとんど形一緒なんで、ほとんどっていうか多分、形は一緒なんでしょうけど、あの辺と、まああとフォーミュラーで言うと、うちの兄が作った F3 のハンドル、あとはフェラーリのハンドル、ちょっと申し訳ないけど、これはね、ナンバーワンです。フォーミュラーリムの中でナンバーワン。で、ハンドルの中でも、ターンとか、GT3 ホイールとか、使いましたけど圧勝かもしれないです、こっちそんぐらいすごいいい。で、あ、思った以上にこのパドルはうるさくないですね。うん、思ったよりもうるさくない、まあ、GT3 ホイールがちょっとうるさすぎた。うん、うるさいけどあのファナテックのポディウムアドバンストバトルモジュールに比べると全然うるさいんだけど、全然これは許容できる範囲の重さだと思う。重さじゃない、うるささいやこれねすごいっすわ。いやほんとねこれはね体験したら欲しくなっちゃうと思う。でですね、走ってる時に
このエンコーダーを回すという行為は多分ストレートになってから次のコーナーでとかこうやって回すと思うんですけど、まあ今何も当ててないんで変わんないんですけど、まあ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 そんなにかな、うん、操作しづらいわけではない。でこのここ親指のところ、ここはあここはあここはね、思ったよりもなんかスルスルって回らないから、まあ使えなくはないかな。なんか方向がいいのかも。回す角度がいいのかもしれない。親指のところはこういう風になってるんですよね。逆ハの字にこうなってるんで、なんかね上に押し上げるっていうのが なんていうかなこうなってるからちょっと押しづらいんですよ、ある意味。その押しづらさがワンクリックずつちゃんと押しやすいようになってるような気がする。うん、悪くないと思うこれ。だからこう押しすぎちゃうっていうことがあまりないかなって感じ。なんかファナテックのだと、ファナテックのちょっと左に持ってきますね。ファナテックのもね、ハの字、逆ハの字になってるんですけど、軽いかな、こっちは。やっぱりすぐ回っちゃうんで、これはねなんかね使い物にならないんだろうなと思って全然使ってなかったんですけど、こっちはね、うん、絶妙な角度と、多分この なんだろうな回る軸の部分が全然違うんですよね。そう、スッスッって回るような感じじゃない。こっちはねほんとスッスッって回ってっちゃうんですよね。こっちは同じハの字、こっちのハの字はきついっすね、角度は。うん、でも全然こっちの方がいい、考えられてるなって感じがする。こっちは回しやすさを重視してるのかなっていう感じかな。でこうやってグリップを持ってみると、やっぱりここの厚さがある分すごい握りやすい。こっちは一定なんですよね。こっち一定じゃないんで、いやこれねこれ半端ない。これガエルちゃんからお借りしているこれも一定なんですよ。でもこれはあのなんだろう、レビューの時にレビューでこう言った時に、ターンと比べると一定だからいいって言ってたんですよね。でターンの一定じゃないのは内側に向かって細くなるタイプだったんですよ。それは一定じゃないんだけど握りやすいと感じなかった。でもこれは内方向じゃなくて上下方向に厚さが違うんですよね。多分真ん中部分がこれ一番厚くて、上が細くなっていく、下が細くなっていく。で結構ね変な形してるかなだからこういうのと比べると全然違うっすね、形が。これがね多分いいんだと思う。これすごいわ。開封の時とかに開けてちょっと握った感じでも別に感じなかったんだけど、運転してみるとこのグリップの違いっていうのがやばいぐらい握りやすさ、運転のしやすさに影響する。いやこれはねあれですよ、ほんとさっき言ったようにケイマーさんとこ来るんで、あの皆さんが使っていただけるハンドルになるので、お店に、レッスン受けに行った人が使えるハンドルになるので、これはね多分ね、多分でファナテックのとかを使ってた人が使ったら多分僕と同じようなね感触というか感想になると思う。いやここの押しやすさとかも、いやファナテックの時僕も全然使ってなかったんですよね、って軽いんですよねみたいなことを思ってた人は多分同じ感想になると思う。あこれなら使えるねみたいな。これならね僕も全然右側は特に使いたいかな。左側はちょっとなんか左と右でちょっと違うかな、同じなんだろうけどなんか違う感じる。右のが使いやすい、左はなんかちょっと使いづらいかも。なんか左利きじゃないから右はすごい使いやすい気がする、左はちょっとみたいな、左はいいかなみたいな、これだったら使わなくていいかなみたいな感じです。でも右はすごい使いやすい。でパドルの位置もそう、これはねあの
エレクトリックさんに言われたんですけど、パドルの位置どうですかっていうのは、あの思ったよりもハンドル正面から見た時にパドルが結構上にあるんですよ。でこいつの場合はパドル、ハンドルからこう正面見た時に真ん中にこのねパドルがあるんですよね。このパドルの位置が真ん中にある、ハンドルの。でもこれは正面から見た時に上側についてるように見えるんですよ。でも全然押しやすい、うん、でこれ最大の今一番右でこう伸びてる状態なんですけど、僕はもうちょっと伸びてほしい、ちょっと伸びてほしいかな、うん、穴 半分ぐらい、ちょっとじゃないよねそれねもうちょっとこっちに来てくれた方が押しやすいけど、まあまあでも全然押せる、うん、だからこのパドルがハンドルよりも真ん中、ハンドルの真ん中に上にあるっていうことは全然あの押しづらいことには、これは位置が計算されてるんでしょうねって感じ。あ、なんか点滅する、押すと点滅する、あ、押すと点滅して、もう一回押すと点滅が止まる。あ、これなんか DRS とかそういうやつ、なんか一回押してあるよって、押してる状態だよって言ってほしい時、気づかなきゃいけないやつとかにするのかもしれない。いやこれはねすごいわ、続けて、まあ、変わらないんですけど、このねグリップの感じとかは変わらないんですけど、あの液晶がついた時にフォーミュラリムでちゃんと見るのかどうかみたいなものをね検証するために、この後に、キューブコントロールの CSX フォーミュラ CSX2ちょっと使って、走っていきたいと思います。多分ここのグリップがね全く同じなんでね、そういう感動はないと思うんですけど、この液晶が、ね、あるっていうことをちょっと検証していきたいと思います。